神代七大学園 X2009 年4月開始。歴史が運営する PBW の第2弾。時代の勇者を育てるために開校したローレック守護精霊学校を舞台としたファンタジー学園物である。戦闘や冒険的シナリオに加え学園生活をテーマとしたシナリオも数多くリリースされている。ようこそ大いなるルミナに導かれし、 英雄の卵たちローレック守護精霊学校は、君たちを心より歓迎する、初代校長グラントシュライガー待ち受けるは千年、風ゼラレシ神秘の島くんたちがこれから四年の時を過ごすのは解放されし、聖域、オーディア島だ。我々の住まうコモンヘームの北西部に位置し、南北5 0 0トルにも及ぶ広大な土地の大半は確かな記録の存在しない未知の領域である。 島の南西部には天の海を貫く、霊峰、ガツのシンハリオンの丘がそびえ、北部にはデュルヘムにつながるとされる、デュル川の割れ目が口を開ける。まさに人地を超えた世界のつなぎ目とも言える場所であり、本来、我々古門が来やすく踏み入って良い場所ではない。紀元前、ここには賢人王オーディアが統治する豊かな王国が存在し、また神々の長き争いの時代、 神代七代においては、幾度となく熾烈な戦いの舞台となった最悪の地でも、ある。そして、この木が遠くなるほどに長い争いの時代を終わらせた古問の英雄ローレックが、大いなる記憶を残した地とされ、彼が没した後、その魂の安息を守るため、ノルンたちはこの島を聖域と定め、人が踏み入ることを固く禁じていた。この金が解かれたのは、 精霊歴千年のこと。わずか9年前である。ボルセルクールズクは身体能力に優れた、いわゆる選手クラス。様々な武具を使い、また、戦技といわれる格闘系戦闘技術を使いこなす。キュベレカイベル知性と精神力に優れた、いわゆる僧侶クラス。治癒系の魔法に加え、本ゲームの最大の敵であるデュルガーに対する対抗手段を持つ。 パドマパッドマス知性と知覚力に優れた、いわゆる魔法使いクラス。多彩な攻撃魔法によりクラス中最大の火力を誇る。また、モンスター知識を最も習得しやすい。放棄ポーキ放棄ポキ器用かつ俊敏なクラスであり、育て方によって、盗賊系、学者系、シューター系と特徴が分かれる。様々な錬金術を行うことができ。 アイデア次第で様々なアイテムを生み出すことができる。ヒューマンいわゆる人間。すべてのクラスに適合し、逆にこれといって特徴もない。ライトエルフ2010年3月に追加された種族。細身色白、尖った耳と端正な容姿、加えて高い知性を持った妖精族。寿命は人間のおよそ3倍で200年程度。0から25歳までは人間と 同程度の成長をするが、そこから急激に成長が緩やかなものとなる。ドワーフ2010年3月に追加された種族。伝統を重視する頑固で気まじめな、身長150センチメートルほどの妖精族。体毛、特に髭が濃く、総じて髭スタイルを褒められると喜び、種族としての誇りでもある。人間に匹敵するほどの知性と体力に加え、優れた手先の器用さを持つ。 ケットシ2 0 1 0年3月に追加された種族。直立した猫の姿をした、身長120センチメートルほどの妖精族。鋭敏さと感覚力に優れ、人間の4倍のジャンプ力と着地力を持つ。知性や精神年齢は低く、人間の10歳児程度であり賢いもので12歳、程度。人間の姿に変身する特殊能力を持つが、 猫耳猫尻尾が残ってしまうという欠点がある。パラ2011年3月に追加された種族。人間の子供のような姿をした、身長130センチメートルほどの妖精族。手先が器用で身のこなしが素早いが、体力には劣り、難しいことを考えるのも苦手である。人心を惑わすモンスターの特殊能力に対する耐性を持つ。 メロー2011年3月に追加された種族。上半身は人間、下半身は魚という得意な姿の身長 160cm ほどの妖精族。水中で自由自在に活動することができ、また人間に変身することで地上活動もこなす。ありがとうございます。